えー、ディズニーランドの楽しみ方なんですけどもですね、まあマニアの方の間で、つい先日ツイッターで話題になったやつなんですけども、ディズニーシーの方なんですけどもですね、柱状設理がですね、これ何かっていうとですね、ディズニーシーの火山があるんですけど、その麓の方の地形なんですね、コンクリートで作ってあって、 いわゆる映画のセットみたいなもんなんですけどもですね、溶岩が冷えて固まるときに体積が冷えるから縮小するんですね。だいたいあの玄武岩で多いんですけども、六角柱のような塊に見えちゃうと、これが柱状節理というやつなんですけども、プロメテウス火山が好きっていうブログに書いてあったやつなんですけども、あの溶岩の流れ方とか地層の出来方とかですね。プロメテウス火山の近くでだいたい大体お喜びして写真撮ってる人がいたら、そいつは地学マニアなんですよね。こういうふうにですね、その地形がですね、実は。 作ってるんではなくて、かなり交渉されてるんですね。特にそのプロメテウス火山っていうのは、ディズニーシーのいろんなところからでも見れるんですけども。いわゆる港側から見たら、ちゃんと火山なんですよ。ところがですね、ケープコッドっていうですね。ディズニーにあんまり行かない人には憎らしい。 クマのぬいぐるみあるじゃれをですね、売ってるところがあってですね、で、それがケープコッドっていうちっちゃい町なんですけども、そのケープコッド側から見るとですね、アメリカのあのマサチューセッツのケープコッドがモデルになってる街なんですよね。で、そこではですね、核火山がないんですよ。実は普通の花口岩の岩石でできた岩山に見えると。だから実は真ん中にあるプロメテウス火山っていうのは、ケープコッド側から見たら花口岩でできてる岩山で、正面の港側から見たら玄武岩でできてる火山 火山に見えるというですね。かなりその凝った作りこれはですね。その地学やってるマニアの人がいたら割とね。大喜びするような感じになってるんですけども、これどういうことかって言うと博物館としての凄さなんですね。ディズニーランドディズニーシーのクオリティっていうのは？ 実はその僕も最初すごい舐めてたんですけども調べれば調べるほど高くてですねいわゆる博物館でよく陳列してるような復元とかそういうのをレベルに達してることがよくあるんですよもう一つがですね C にあるガリオン船ですねルネサンス号こいつがですねすごい交渉が正しいんですよ船尾楼っていうですね船のお尻の部分ですねここがですねペンキで書いてあるんですね模様が 最初、これ僕見たたに、「あ、貧乏くさいな!」と思ったんですよ。こんなことをやっても所詮はペンキで描いてるだけなんだなというふうに思ってたんですけどもです、ね、実はこの線尾楼の部分に本格的にです、ね、ごちゃごちゃ装飾するようになったのってかなり後なんですよね。 本物のガリオンのを見たらです、ね、こんんな風にななにってるんでですすよ。かなり立体的ですね。実はこの線尾楼が立体的になったのって17世紀に入ってからなんですねでルネサンス号っていうのはその言葉通りルネサンスのですねいわゆる大航海時代のアメリカ大陸が発見された頃なのでですね15世紀末から16世紀初頭ぐらいなんですよこの時代に特定するんだったら実はこれって立体にしちゃダメなんですね平面にペンキで書いてあるのが徹底的に正しいんですよブログ記事でルネサンス号っていうの そいいのののの記事にに書てて、てる人がいてその方がが、ね、方念たために調べてみたのがです、ね、バウスプリットなんですね。バウスプリットというのは何かというと前についてるこのマストみたいなやつなんですけども実はまっすぐじゃなくてこう斜めになってるんです手抜きでも何でもなくですねこの時代の反戦っていうのは前のフォアマストがですねすごく前の方へついてるんですねフォアマストとメインマスト水マストっていうんですけどもこのマスト一番目のマストが前の方へ来すぎてるんですよそれがこの時代の特徴なのでこれをまっすぐつけようと思ったら根元のところがこの フォアマストのところに当たっちゃうんですね。なので少し避けるためにこいつを斜めにつけるのが正しいんですよ。そんなところの設定まできっちっとやってると、ああだったらこれ塗装だけでも正しいんだっていうのがわかるというのがですね、このディズニーシーの恐ろしいところですね。これってねもう遊園地のね展示品というレベルじゃなくてですね、海外の海洋博物館の復元向けのレベルなんです。本来は 屋内に展示するようなものを、ですね、ディズニーの財力だから屋外展示できるんですよ。この木造帆船を屋外に置きっぱなしにしておいたら、だいたい5年から10年で腐ってきて、メンテがめちゃくちゃ大変になるんですけれど、も、それをわざわざ屋外展示にしているというところが、まあ、そのディズニーの金のかけ方というのがわかるんですけど。もですね。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、よろしくお願いします。ではでは、よろしく